願いはあります。今回のこのトレーニングの中でジャンプなどをしますと大量の海水がお客様の方に飛んでくる場合があります。どうしても濡れたくないというお客様は今のうちに上段の席へお移動いただきますようご協力をお願いいたします。そして明日11月13日はここ親子水族館で生まれたシャチリンの5歳の誕生日なんです。ですから今日の公開トレーニングはそのリンにスポットを当ててご紹介していきたいと思います。さあ早速シャチたちはこちらのステージへとやってきています。このシャチたちをまず皆さんにご紹介しましょう。この3頭並んでいますが真ん中にいるシャチが先ほどご紹介した明日で5歳になるメスのシャチリンです。そしてリンの右側にいるのが9歳のオスのシャチアースと言います。そしてリンを挟んで反対側にいる一番左側のシャチがリンのお母さんのシャチです。名古屋港水族館にはこの3頭のシャチがいます。さあ早速何か種目を披露してもらいましょう。まずはリンとアースが尾びれで水面をバシャバシャと叩いています。はい、2頭揃って種目を進むことができました。さあ次はどうするんでしょうか。リンとアースバッチリトレーナーのことを見て集中できていますね。トレーナーがくるくるっと回転をするとリンとアースもくるくると回転を始めました。はい、可愛らしく回転をすることができましたね。トレーナーが今顔を撫でて褒めてあげています。リンとアースのタイミングを合わせて今度はジャンプの合図が出ました。リンとアースがプールの底に向かって泳いでいきます。さあリンはアースのことガブガブと噛んでいましたがアースはまずジャンプ、そしてリンはジャンプです。お客様の目の前でました。今度はこちらの大型画面にリンのドアップを映し出そうと思います。さあトレーナーの合図でリンは僕のステージの方へと泳ぎ始めました。あちらには水中カメラがあります。その水中カメラに向かってリンは泳いでいってドアップを披露です。はい、リンの大きな顔が大型な面いっぱいに映し出されています。バッチリとリンが決めてくれました。それではここからこちらの大型画面にリンが生まれた時からの映像をご紹介してリンのことをこの5年間を振り返っていきたいと思います。5年前の11月13日にリンは誕生しました。さあ今リンの頭がお母さんのお腹から出ています。そして今誕生の瞬間です。通常イルカやシャチの赤ちゃんは尾びれから生まれてくることが多いんですがリンは頭の方から生まれてきました。そして生まれてすぐに水面に向かって泳いでいって
初めての呼吸をしました。最近は生まれてすぐにあのように呼吸をしました。さあ、生まれた時の輪の大きさですが、実はこちらに実物大のシートを用意しました。さあ、私と比べてみて皆さんどうでしょうか。大きいなと思われますか。輪はですね、生まれた時は体長がおよそ2メートル、体重は160キロから180キロぐらいあったんです。そんなリンはすくすくと成長して、5年間でさらに大きくなりました。今からこちらのステージに上陸してきます。よいしょ。さあ、今全身は皆さんに披露していますが、5歳になったリンは現在体長が 4.3 メートル、体重は 1.3 トンもあります。この5年間ですくすくと大きくなってきたんですね。さあ、先ほどリンが初めて呼吸をしたところの様子をご覧いただきましたが、さあ、その前にもう一度リンがこちらのステージに上陸していきます。皆さん、リンに注目ください。よいしょ。はい、とっても大きな体をご紹介しています。リンはこれからもどんどん大きくなっていきますよ。さあ、先ほど話し仕掛けたことですが、初めての呼吸をしたリンにはもう一つやらなければならないことがあります。それは何かというと、お母さんのおっぱいを探して初めての授乳をすることなんです。じゃあ、その授乳をする様子を映像でご覧いただきましょう。さあ、お母さんとシャチの体の横をリンはつついていますが、あそこはおっぱいではありません。今度はお尻の近くをつついていますね。だいぶおっぱいに近づいてきました。そして、このように24時間私たちが見守っている中、丸2日後にようやくこのように授乳をすることができました。舌の先をストローのように丸めて器用にをしています。お母さんのシャチも体を傾けてゆっくりと泳いで、チキンが授乳しやすいようにしていました。そんなリンは現在では餌の魚を多い時に1日に45キロも食べています。ですが、実はリンは5歳になる今でもまだ時々お母さんのおっぱいを吸っていることがあります。通常シャチの赤ちゃんは1歳半から2歳くらいで乳離れをするんですが、まだおっぱいを吸っているリンは甘えん坊のシャチなのかもしれませんね。さあ、リンは今遅刻が上手にできたので、ご褒美の餌の魚をもらっていました。今食べていたのはホッケですね。名古屋港水族館ではホッケやサバ、ニシンといった私たちに馴染みの深い魚をあげたり、ちょっと聞き馴染みのない魚ですが、キュウリウオという魚を餌としてあげています。第3頭のシャチが餌を今食べましたね。さあ、シャチといえば皆さん白と黒の模様、色が印象的だと思うんですが、生まれたばかりのリンは実はちょっと色が違っていたんです。その映像をご覧いただきましょう。
はい、これがですね、生まれて1ヶ月後ぐらいのリンの様子です。白、通常シャチが白い部分がですね、オレンジがかった色をしています。シャチの赤ちゃんは生まれたばかりの頃はこのように白い部分がオレンジがかった色をしているんです。それが少しずつ皮がむけていって白い色に変わっていくんです。さあ、皮がむけている映像もご覧いただきましょう。はい、ちょっとボロボロに見えるんですが、これが生後3ヶ月の通常の皮が正常にむけていっているところの映像です。このように皮がむけていって今のような白と黒の模様になるんですが、実はリンは今でも白い部分がですね、ちょっと茶色がかっています。皆さんぜひですね、お母さんと見比べてみてください。お母さんのシャチは白い部分は真っ白のなんですが、リンはちょっと茶色がかっていますので、そこはぜひですね、ご覧いただきたいと思います。そしてリンはおもちゃで遊ぶことも大好きなんです。ではおもちゃで遊んでいる様子もちょっとご覧いただきましょう。さあ、リンがですね、今おもちゃでこうして遊んでいますが、このようにおもちゃをつついてトレーナーのところに持ってきて、トレーナーに返して投げ返してもらって遊んだりしています。さあ、こんな風に遊んでいることも時もあるんですが、今はですね、トレーニングを目の前で、皆さんの目の前で披露してくれています。さあ、実はこのトレーニングの中ではですね、シャチの健康管理に役立つ種目を行うこともあります。先ほどリンの現在の体重と体調をお話ししたんですが、その体重を測っている様子を皆さんにまずご覧いただきましょう。はい、これはですね、リンが体重計に乗っている様子です。このリンが乗っている四角い板がですね、シャチの体重計になっていて、その上にこのように上陸することで体重を測ります。さあ、そして体調はどのように測るかといいますと、今目の前でリンとアースが実演をしてくれています。このようにお腹を上に向けた姿勢でじっとします。そしてこの状態でメジャーを当てて体調を測るんですが、その時の映像をご覧いただきましょう。はい、このようにですね、実は3人がかりで体調を測るんです。このトレーニングの中ではこのようにシャチの健康管理に役立つ種目を行うこともあります。さあ、それではここからはリンやアースにですね、公開の種目も決めていってもらいましょう。まずはリンがジャンプに向かいました。勢いよくプールの底に向かって泳いでいきます。そしてプール右手の方でジャンプです。アースも続けてジャンプに向かいました。アースが今左手の方でジャンプ。今度はトレーナーの目の前でジャンプです。今度はプールの真ん中でジャンプです。今度はリンが続けてジャンプに向かいました。さあ、勢いよく潜っていって、この右手の方でジャンプです。さあ、今度はどこで飛ぶんでしょうか。さあ、このジャンプ、私たちもどこで飛ぶのか分かりません。ステージの真ん中でジャンプです。マッチジャンプが決まったので、トレーナーからご褒美の餌の魚をもらいました。
続いては2とアース2と揃ってこの種目に挑戦です。このプールの中を勢いよく泳ぐという種目の合図が出ました。尾びれを上下にぐんぐんと振って泳いでいます。プール左手の方を通過していますよ。そして勢いよくステージの方へと戻ってきました。お越しください。